誇る唯一無二、人類発祥その時からこの地には人が住んできた、時代を超えて紡いできた名古屋の魅力に、あ、やっとカメ。さあさあ皆様、本日は存分に楽しんでいってちょうだ。ナモはい、さあ始まりました、やっとカメ文化祭芸どころ町中披露でございます。本日司会を務めますのは私、山田香織とやっとゲーム大使のキラです。はい、よろしくお願いいたします。じゃあキラさん、私ですね、本日非常に気持ちのいい朝の目覚めでございました。なぜかと言いますとですね、昨日日米野球、皆さんご存知ですよね、ノーヒットノーラン、これ非常に素晴らしいことです。さらにサッカー6-0、いや本当にね、あのスポーツが盛り上がって、そうですね、非常に気持ちのいい朝を迎えることができました。はい、そんな本日11月16日日曜日、本日の番組内容をお伝えいたします。本日ですね、1番道端芝居痛快川上貞奴一座、2番箏曲生田流宮城会、3番講談小池凛々、4番お座敷芸名義連組合、こちらの4幕4番までとなっております。どうぞ最後までごゆっくりお楽しみいただければなと思います。だいたい3時ぐらいまでを予定しておりますので、ぜひともお願いいたします。そしてですね、あの皆様今あったかい格好されてると思うんですけれども、見てる最中寒くなったりすると思いますので、あのあったかいお飲み物など飲みながらごゆっくりお過ごしいただければなと思います。そして最初にお伝えをいたしましたが、これから始まる痛快川上貞奴一座、こちら前のステージの方を少々使いますので、なるべく白い線から足をはみ出さないようにお願いいたします。お願いいたします、はい、なお後ろにも一つ白い線がございますが、こちらは、歩く通行の方の、通路となっておりますので、こちらも少々、開けていただきますようご協力をお願いいたします。それでは早速、はい、参りましょうかね。1番道端芝居痛快川上貞奴一座、こちら、川上貞奴ご存知の方はどのくらいいらっしゃいますか。どういった人間で、あ、結構いらっしゃるんですね。はい、あのこちらの川上貞奴、木田さんはご存知ですか。すいません、勉強不足で存じ上げないんですけども、はい、こちらの川上貞奴さんはですね、明治時代、本当に昔の人でございまして、日本の女優第1号と言われた方で、はい、本当に素晴らしい人なんですけれども、その旦那様、川上音次郎さんの物語なんですけれども、なんと有名な偉人も登場するようですので、皆様ぜひごゆっくりお楽しみいただければなと思いますので、お願いいたします。それでは早速参りましょう。道端芝居痛快川上貞奴一座です。どうぞ。1885年1885年
に人を作らずともに、されどもこの広く人間世界を見渡す賢き人あり、愚かなる人あり、貧しき者あり、止める人あり、されどもこの有様は雲と泥との相違あるに似たるは何度や、人は我ながらにして奇跡品を別だし、ただ学問を務めて物事をよく知る者は奇人となり、富人となれるなり。ワンワンとはなんだ、ワンとはボキャブラリーがたらもっと学問したまえ。の流行り言葉です。お嬢さん、俺たちダイナマイトドットお嬢さん、危ないところでしたね。顔で明治切手の美形だったのです。お名前は？やっこ、こやっこ。半玉さんだね。そう、これこそがこの物語の主人公、さだやっこと福沢桃助の出会いなのでした。当時さだやっこは半玉、つまり駆け出しの芸者で、福沢桃助は当時岩崎君。岩崎君、どうしたんだね。なぜついてこない。津田先生、このお嬢さんが犬に襲われて。何？うわぁ、怖い。わしも八甲ない。え？八。人を襲ったのか？そうなのか？違う言うとるぞ。違うのか？うん、かわいい。14歳です。子役子といって半玉のようです。惚れたか。この娘に惚れたな。いや、この時二人は一目惚れしたと言われています。臭いよ。そうか、若い者はいいな。だがダメだ、確かに君はかわいい。いや、本当に14歳です。だがダメだダメだ、岩崎君は優秀なのだ。わしの娘婿にするつもりなのだ。本当ですか？君には福沢姓を名乗ってもらいたい。岩崎桃介ではなく福沢桃介に。わしの後継者にならんかね。ミスター福沢さん。はーい。権利幸福嫌いな人に自由討伐飲ませたい。ワン、ツー、スリー、フォー。
はわしの書生だったが、逃げ出して警察官になったとよ。聞いたが違うかね、川上君。久しぶりですな、福沢先生。川上音次郎は昔の名前、最近は自由同時と承知、世間を騒がせておる。この男こそ川上音次郎。この後、おっぺけぴえ口で明治の有名人になります。今ね、取り込み中だから邪魔しないでくれますか。女子は黙ってろ。当時桃助はか弱く見え、女に間違われることもしばしば。この野郎。でも性格は逆で喧嘩っ早かった。なんだか可愛い子ちゃんも口説いていたような。わあ、可愛い。いや、どう見ても14歳です。この14歳は僕のものだ。いや、君はわしの娘と結婚するんだ。こんなガキのどこがいいの。わあ、可愛い。いや、14歳です。わに到着直後に事件が発生。女方を演じる予定だ
ているのです。よかよか、所詮うちに仲間やけ、アメリカが来ること自体間違いやったったい。もう博多ば帰るけ、よかよか。女性が舞台を演じることは禁じられていました。いや、できる。お前は最高の芸者だ。芝居も踊りもできるじゃない。そんな稽古だってしてないし。いや、できる。無理よ無理。踊りだって舞台で作ればいい。何言ってんの。芝居だって好きにやればいい。そんな無理じゃない。よっ、全力役者やるわ。いろんな芝居をおたまねにした怪しげなもの、必要なのは度胸でした。よっ、まさかまりか、日本の導入第一党の担当だ。どうでも川上一座がお送りするのはマダム・サダヤッコ。よっ、マジュー衣装持ってきて。はいよ。一方その頃、北海道では桃助が山倒れる寸前。おお、桃助君、どうだい仕事の方は。もう俺ついやったそれじゃないか。ありがとうございます。どうしたの、風邪かね。いえ、別に。入社当初は先生のご配慮で破格の給料でしたからね、月給どうもと呼ばれましたよ。いや、君はそれだ。そんな噂なんか吹っ飛ばすだろ。君はみんなに可愛がられてるそうじゃないか。まあベビーフェイスだもんな。冗談じゃない。可愛がられて階段って一生誰かに使えるなんてごめんだ。人は独立すべしと思えたら福沢先生あなただ。俺は世の中を喧嘩をして生きて、人に嫌われようが一人で独立するんだ。全部聞こえてるよ。うわ、どんな大声出せば誰だって聞こえるだろう。そんな人には金が欲しいのか。人は独立すべしと説いたのは福沢先生です。いや、金儲けすることだけが独立ではないぞ。だが俺は金が欲しい。どうしたどうした。俺は貧しい農民の前だ、金がいるんだ。おい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 、貧しいのは分かった。そうか、おい、おう、君、それ血じゃないか。君、もしかして喧嘩か。福沢桃助は仕事中に喀血。この後3年間療養することになります。喀血する。さあ、病院行こう、病院へ。俺はこんなところで死ぬわけにはいかない。俺には待ってる人がいるんだ。俺にはまだ手にしてないものがある。サラー。そうか、あの娘が忘れられないんだな。サダヤッコ。そうか、これがいにしえに言う恋のさや当てか。およいお目にかけまするは川上音次郎の大進撃、アメリカパリで大人気、川上一座のデタラメ歌舞伎。女を取り合う恋のさや当てに農家の子娘道成寺と腹切れまで混ぜ込んだ無茶のくちゃらでございます。そうそう、かたや不和万歳もんこと川上音次郎。川上音次郎、この歌名古屋さんだこと福沢桃助、福沢
され、琵琶湖の佐田へ通い詰め、当世福沢を大臣と、人に知られて闇の鬼、終わりばっかり清か。ことに夜桜まばゆくも、咲きそろうたるこの名古屋。なんで身どもがこの鞘へ、武士の鞘当て、挨拶さっしゃい。そりゃこの方より申すこと、大道広きおらいよ。我が物顔の六方は、おってけべえのペッポッポ、女房にゃ苦労の掛け同士、もしや噂の底元は。今や世界に隠れなき文明開化の創始、その名も高き、ああ音次郎。心にたがえば闇雲に、吹けば飛ぶような桃太郎侍。人の息強すい、二つふらちな悪霊三昧、三つ未練の汚れ、億万長者になろうとも、愛する女をおめおめと諦められるか、さだやっこ。しっぽり濡れし濡れすばね、無法無体の行き違い、避けて通すも恋の道。いざいざいざ。Oh!
子は大人気。日本ブームが起きて、これが世に言うジャポニズム。ピカソやロダンもこぞって貞奴をモデルに使いたかったといいます。一方、日本の桃助は福沢先生。誰だ。福沢先生でしょ。福沢。どう考えても福沢先生の声ですよ。福沢。何なんですか。わかりました。福沢さんです。はい。スティービーワンダー。あいだせる。どうだ。見とったろ。なんか言え。残念それは。しかし、おもつけ君、はい、やるぞ。相変わらず、もんもんとしとるか。何してませんよ、何してるんですか。そうだろ。してないですね。嘘こけ。いや、そうか。続けなさい。何をやってるんだ君は。おかげでね、金は儲けましたよ。え、本当？なんで？教えない。教えて。やめなさいって。何？もう。教えて。教えません。何なんですか一体？こんなんですよ。こんなんじゃないですよ。でもおかげでしっかり金は儲けましたよ。そう。もういいですか？福沢諭吉の義理の息子福沢桃助は愛する貞奴のことが忘れられず。しかし桃助は病で3年間の療養生活にいました。そうか、相変わらず桃助。もういいですから。何回やらせるんですか。本当に、はい、また行っちゃった。どうして教えません。いや教えて株式投資で儲けました。なんて言ったんですか。進まないから。その金額現在の20億円とか。だからこれからは自由に行かせてもらいます。え、そんなことは許さんよ。わしは許さん。どうしても行きたいというのなら。どうしても行きたいというのならわしと勝負。賞賛は。あのね、ふざけた親父、1万円札の差から下ろしてやりますよ。ゆきちさんは。あんな若造を一ひねりキュキュキュのキュー。あー、さあ、今日の勝負は触って当てよ、チンドンシャン。説明しよう。触って当てよ、チンドンシャンとは、目隠しをして触っただけでそれが何か当てるのです。さあ、準備はよろしいでしょうか。さあ、じゃあまずはゆきちさんからです。ゆきちさんからいいですか。ゆきちさん、それではどうぞ。触って当てよう、ジンドンシャン。気持ちいい。ちょっとね、これはテレビのアニメキャラクターです。
問題はこれです。いいですか、桃助さん、どうぞ。よろしいでしょうか。どうぞ。触ってやってよ、チンタンジャン。なんだこれは。はっきり、お前のことが元気だ。元気なわけじゃないか。元気。こんなもん、今死んでるばっかりで。人間のクソのやつがさ、やるのに電気か。おまつけ君、これで引き分けだな。いえ、勝負ありました。僕の進む道は決まりましたよ。何を言うか。お世話になりました、福沢先生。お世話になった。まだお世話しろと。おい、どこへ行く。中山でお会いしろ。おまつけ君。一方、その頃、日本に帰った川上音次郎たちの未来はバラ色に見えたか。音次郎の体は病に蝕まれるのでありました。あんた、しっかりして。自由汎用で、ここはどこだ。川上座だよ。あんたが臭いって言ってた。あんたと私で作った小屋だよ。雪も手を貸
させてくれ。どこが悪いんですか。事業者が差し込んでる。ピーさんじゃな、まるで女優みたいか。まあよく言われるんです。あ、お嬢さん、わしと誰だろいだったわしと誰だろいだったわしと誰だろいだったわしと。いい加減についてこの色ずれだ。はい、奈良ちゃん人形。わけわからんこと言うてんと。おとなししてたらベタベタベタ鼻から指突っ込んで奥歯ガタガタ言わしたるか。久々の犬パイ。おら何してるんだ。大丈夫ですか。はい、やっこやっこじゃないか。俺だ、モモスケだ。岩崎モモスケだ。モモスケさん、怪我はないか。ええ、大丈夫。犬に驚いただけ。私はあの老人に襲われて。老人じゃないべ。福沢犬口家。何言うんですか先生。先生、福沢犬口。分かった。自分で治ったじゃないですか。よく分かったな。殴ったか、はい、私はマグエだからな。ちょっと最近何言ってるんだよ。続けなさい、続けなさい。お前がここへ来るということくらい、輝くに惚れているということくらい、もう明白だ、明明白白だから、周りにしてたのよ。分かった。しかし天気さん、しかし昔はもう犬も怖がっていた、あの小娘だ、こんなにジューシーに売れとるとはな。もうジューシーって何よ。14歳です。どっちかというと金かけてますよ。まだ潤い残ってます。俺は自由に生きることにしたんだ。俺は新しい事業を起こす。新しい、あ、電気だ。これからは電気の時代だ。未来を作るのは電気だ。福沢桃介はその後、電力王として歴史に名を残します。俺はこれを名古屋でやろうと思う。名古屋？名古屋？あんなどいなか？まあ、やめときゃ、もうだがや。あれ何言うとやろ。ええわ、どっか行けやった。もうまだ行けんのよ。やっこ、名古屋はいい街だ。歴史も文化もある。なんか名古屋、日本を変えた人間はみんな名古屋から出ている。織田信長、豊臣秀吉、徳川家康だが、それからは俺たちまで未来を作るんだ。でもダメ、私は音次郎さん忘れられない。そしてこの東京も離れられない。いや、やっても未来で事の成否を疑うものではない。世の中の物事というものは、進歩しないものは廃れ、引かず努力するものは必ず前進する。進みも引くもせずにただ立ち止まっているものなどあろうはずがない。先生、さっきとまるで人が違います。ありがとう。まあ、君桃助君も昔の夫だった小鳥郎君もよく似ておる。どこがですか、あんなやつと。音次郎があんなに破天荒な活動をしたのはなぜだと思うね。いや、目立ちたがり屋だった。彼は己を恥じていた。そして君もだ。僕は別に恥じていたんかいません。君は家が貧しかったことを恥じているのではないかね。
そして貞奴さんは己の女優という仕事を恥じていたのだろう。天は所詮変わらものですから。違う、それは違う。音次郎は田舎者、大助君は貧しかった。そして君貞奴は家が没落した。すなわち己の物事を入っていくということこそが己のバネとなる。己のマイナスと思っていることこそが己を発奮させる。そして未来を作る原動力になる。君たちの今の栄光、これからの未来、己自身のルーツが成り立って、ルーツからここに来て、わかるかね？ルーツ、根っこだ。ルーツ、金田君です。桃介さん、私あなたと行くわ。名古屋に行くわ。大丈夫なのか？ええ、江戸っ子は向こう水で強がり、初物にはめっぽう弱い。行きましょう名古屋。めちゃめちゃナウイで考えね。ありがとう。名古屋は面白い街らしいよ。みんながみんな味噌とエビしか食べないらしい。なんか俺たちで日本一の街にしよう。いいえ、日本一なんておこがまち。目指すは世界一よ。とその声を聞いてよみがえってきたのは、お父さん&お母さん、川上貞奴一座、いよいよフィナーレ、最後にお届けするは大名古屋発展節。ちょっと
いやね、あのこれだけ盛りだくさんのお芝居をこんな道端で見ることができるなんてね、皆様本日は本当に幸運でございます。おめでとうございます。さて、途中からご覧いただいた方も多くいらっしゃると思いますので、ここからはもう一度川上貞彌一座の皆様に登場いただきまして、一体どんな人物、どんなことをした人間なのかということをちょっと掘り下げていきたいと思います。ではもう一度呼んでみましょうかね。出てきてくれますから。早いな早いな。もう呼びますのでね。ではありがとうございました。早い、言わせてくれない。はい、どうも、痛快川上貞彌一座の皆さんです。どうぞ前へお願いいたします。どうぞ前へお願いいたします。ありがとうございました。はい、ありがとうございます。いやいや、皆様本当に笑顔があふれる楽しいお芝居だったんですけれども、はちゃめちゃなお芝居でございますけど、はいはい、お芝居というのは何が起こるのか本当にわからないものでございます。途中もしかして皆さんはセリフを間違えたとか思ってらっしゃる方もいらっしゃると思いますけど、台本通りでございます。福田先生、そうでございますね。そうです。言い切りました。はい、では早速ちょっと紐解いていきます。ではまずは、はい、主役の川上貞彌子さんの方からちょっとお話を伺いたいと思います。はい、その前にですね、まあ、とりあえず皆様にちょっとお伺いしたいのが、この名古屋には名古屋おもてなし武将隊、皆様ご存知ですかね、っていうのが存在すると思うんですけれども、その方たちは400年前から蘇ってきた私たちは本人だというふうに皆様おっしゃってるんですけれども、皆様はご本人様でしょうか。もちろん。あ、そうですか。そうですよ。皆様本当に今日は幸運です。なんと400年前から復活していただいたということでですね、ありがとうございます。何を言ってるのかよくわかりません。あ、とぼけ出しちゃった。あ、かしこまりも失礼いたしました。もう本当に偉人の皆様ありがとうございます。ではですね、まず貞彌子さん、1871年生まれでございますので、単純計算で143歳というとんでもない魔女なんですけれども。魔女って、今本人ですね。やはり本人だと。はい、14歳です。あ、14歳で、はい、14歳のまま蘇ったということですね。かしこまりました。はい、ですね、実際は何歳なんですか。14歳です。実際は14歳。はい、35歳です。35歳。いや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 、いいからもう先に。はい、貞彌子さんはですね、お話しにもございましたけれども、伊藤博文さん、大統領です。あ、総理大臣ですね、から悲劇に大統領って、なんで私言ったんでしょうね、悲劇にされるほどの芸者さんだったということで、はい、しかもですね、まあ、それだけ活躍されてらっしゃったということですので、1985年の NHK 大河ドラマ、皆様覚えてらっしゃる方いらっしゃるでしょうか、春の鳩という大河ドラマに貞彌子さんが、主役で放送されたということで、それでちょっと知ってるよって、見たよっていう方どのくらいいらっしゃいますか。あ、やっぱいらっしゃいますね。ありがとうございます。年齢がバレますよ。はい、でその貞彌子は松坂慶子さんが演じられて、音次郎さんは中村、正俊さんが務めたということで、貞彌子さん、松坂慶子さんの演技はいかがでしたか。まあ大したことないけど、いいんじゃないですか。さすがご本人でございます。ありがとうございます。さらに、音次郎さん、中村正俊さん、有名な俳優さんですけれども、どうも中村正俊です。ファンの皆様すいません、文学座に下駄で通っていたのは。そうです、中村元と。そうです、ありがとうございます。中村さん、ありがとうございます。はい、というのが貞彌子さんですね。目、はい、はい、ではですね、では福沢諭吉さんの娘婿の桃介さん、今ちょっと触れたいんですけれども、今ある名古屋鉄道を、名鉄ですね、名鉄、はい、名鉄を作り上げた方という、まあまあ、携わった程度ですけどね、名鉄をね、はい、さらに東邦ガスも、経営していって、そうですね、衆議院議員にもなって、帝国劇場の会長にも就任したっていうね、もっと言ってもっと言って、とんでもない人です、はい、20億稼ぐのもまあそうだろうなっていうふうに思うんですけど、当時20億ぐらい、はい、当時の20億っていうことは現段この時点でもっともっと上の金額になるんですよね。もう春のスパイラルタワーでも買い取りますかね。大きく出ましたね。もうそれだけも大富豪ということで、はい、そんな桃介さんと、さらに音次郎さんは福岡
市の博多区出身。そうたいそうたい。はい。で、ママ母さんと仲が悪くて家を飛び出しちゃったという。はい。はい。で、大阪に行き、はい、からの江戸に行きまして、はい、徳川家康さんの葬儀場の増上寺の小僧をしていたそうですね。はい。はい、おそらくそうでしょう。おそらくここに来てそうでしょう。まあ昔のことですからね。100年以上前ですからね。はい。そういった程度今までもやってきました。はい。でその増上寺で福沢諭吉先生と出会うというね。そうですそうです、大先生に、はい、もう大先生よみがえって、こんな本当になんかおっぴけぴけな人だとは思いませんでしたよ、本当にね。今はお札にもなっておりますけれども、はい。一時は警察官になったり、そうです、波乱万丈な、はい、いろんなことを経験して、やっぱりお芝居はいいなと思う、はい、めちゃめちゃのお芝居をですね、これ明治にやったわけです。警察官これやっちゃダメです。警察官がこれはちょっと、ね、さっき子供が目の前にいたのでね、ちょっと自由同士っていうね、漢字覚えたかな。書き順はいいから自由の字はここから書いて。苦笑いしてますけど大丈夫ですかね、子供が。はい、一番にあんだよ。はい、では、はい、ありがとうございます。では最後にですね、せっかくですから、あの皆様に写真撮影のお時間を少しだけ設けたいと思います。皆様方から見て、右手、真ん中、左と目線を送っていきます。少々のお時間ですが、ぜひお手持ちの写真機で、写真機、カメラでお持ち、撮影ください。では早速参ります。では一座の皆様お願いいたします。落ち着いて。はい、落ち着きます。じゃあこちらの皆さんからね、はい、どうぞ。ちょっとみんな見えやすいようにしっかりとフォーメーションを組むんだ。こういうこういうこういうシャな感じでいいのかな。邪魔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 。8、僕は本当は野良犬ですけど、3枚出てるんだから。はいはい、タペパッと。ではお願いします。せーの、ポーズ。はい、ありがとうございます。続きまして真ん中ですね。では参ります。せーの、ズーパイ川上貞彌子1位だ。おはい、では最後ですね、皆様方から、左側ですね、お願いいたします。ズーパイ川上貞彌子1位だ。はい、ありがとうございます。ぜひ Facebook や Twitter など載せていただければ幸いでございます。では、痛快川上貞彌子一座の皆様でした。ありがとうございました。ありがとうございました。2番にあんだよ。ありがとうございました。ありがとうございました。はい、では続いての、番組に移りたいと思います。